それでなんかすごい筋肉マッチョの男の人の TikTok ライブを見てたらしいんですよ。それで TikTok ライブでなんかいつもモチベにして、あ、そう、なんとかさんの動画をモチベに筋トレ頑張ってますって送ったらしいんですよ。 そしたらその人から「僕筋トレしてないですよ」って言われたらしくて、すぎる。で、何を見てそんなさモチベとか言ってるの。でも本当に俺この人みたいになりたいと思って筋トレ頑張ってたんだもんとか言って、どういうこと、マジでアホやんと思って。 そうそう、さすがにさそんなコメント流れてきたらさ拾いますよね。 筋トレしてない人にさ、僕をモチベに筋トレ頑張ってますとか言う人いたら、さすがに拾うねって言って、さすがじゃん、プロじゃんって言いました。面白すぎる。相方マジで変人なんですよ。もう変人すぎてちょっと面白か。そう、あとね、なんか徳川家康ちゃんって分かりますか？ TikToker の加藤ノアちゃんっているんですけど、で加藤ノアちゃんが可愛くて、なんか YouTube 今やってるんですけど、 YouTube をやる前からなんか加藤のおなあちゃんに「YouTube はいつから始めるんですか？」ってコメントしたら、「そうなの、私も YouTube やりたいの」って言われたらしくて、 めっちゃ再現してくるんですよ、私の前で。「そうなの、私も YouTube やりたいと思ってたの」って、「こんなされたさ俺」とか言って喜んでた。 可愛くない？こんなんって、分かった分かった、3回ぐらいなんかこうや再現されて。 めっちゃ可愛くてさ、俺 YouTube 見てるもんとか言ってたもん。あ、新規さんいた。D さん、はじめまして、尾上瑞希です。よろしくお願いします。ツンツン。双子ちゃんです。今、双子の相方の話をしてたんだけど、マジでさ、本当にアホなんだよね、相方って。毎日なんで、本当に、そんな言われます？もんじさん、こんばんは。そうさ、マジで面白くてさ、マジで笑ったわ。相方のコメントを拾ってもらえるプロっていう話で、でなんかね、あと何回か自慢してた。あとね、何やったかな、佐藤ノアさんにも、本当に そんな言ってくれとったかな、みんな。それでなんか何やったかな、佐藤ノアさんにも、何て言ったっけな、あ、佐藤ノアさんにも「俺拾ってもらったさ」って言ったから、「コメント拾ってもらったさ」って言って、「じゃあその時は何てコメントしたと？」って聞いたら、「ノースフェイスを着る男の子は好みですか？」って「どんなコメントや！」って言ったっちゃけど、「ノースフェイス系男子はお好きですか？」みたいなコメント送ったらしいんですよ。そしたら、うー、別にノースフェイス着てるとかあんまり興味ないかなって言われたって言ってました。 なんか好きな子はもう別に何着ててもいいやみたいなこと言われたらしくて、でなんか嬉しかったらしい。 そう、なんかね、送ったコメントと、その送ったコメントに対して何て言ってくれたかみたいなのを覚えてるらしい、全部。 面白いよね、ほんと。そうだよ、ダウンの V、 そうそう、なんか好きみたい、相方はノースフェイス好きなのかな、なんかでも着てるな、何回か着てるの見たことある。ノースフェイスのバッグ使ってる、え、私もノースフェイス持ってますよ、バッグ、リュック、大きいやつ、高校ノースフェイスだった。2種類持ってて、いっぱい入るし丈夫なんだよね、あれマジで壊れなそう。そう、長持ちする、マジで。しかも結構高いしね、リュック、2、3万するっちゃないから、そんなせん結構高いよね。だっけ、マジで丈夫やし、いっぱい教科書入れとってもね、破れんかった。みちゃんはどんな子、え、でも結構拾ってますよ、私。逆に拾ってない方が少ないぐらいじゃない、そんなことないか、大嘘つき。まあ今日はね、全くコメント拾えてない。 自分の話ばっかしてる、すいません。今日私マジでね、何があるかっていうと、ちょっとキャブと虫娘とご飯に行ってきます。今さ、配信遅くなってさ、できんくなってしまったらさ、あれやけん、早めにしとこうと思う。そう、
キャブトムス、キャブトムシ娘とご飯に行ってきます。忙しくないよ。世界一くん、水木さん旅行先か、どこにいるの、どこにいるの、いいな旅行、いいな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 。あ、そっか、卒業旅行、卒業旅行ですか。そう、カブトムシとご飯に行くんです。今からダイエットはねしてますよ。だって私昨日ご飯食べんやったもん夜で、今日の朝から晩まで、あ、ヨーグルトしか食べてない。そうだって今日は夜ご飯食べに行くってもう決まっとったけんか。そう、カブトムシ娘とデブ活してこよう。そうだよ、デブ活だよ。そうでか、私一回も会ってないんだよね、カブトムシ娘と。まだそう、いつも居候してるんだけど、うちに私が帰ってきてる時一回も来てないんですよ。何気まこんなのかな、うちらなんでなんで、一回も会ってなくて今から初めて会いますね、帰ってきてからだと。そう、チワヌー、チワヌーってどんな挨拶、チワチワ、あ、ありがとうこまちゃん、うさ、はじめまして、尾上瑞希です。すごいな、なんかバイクの音がしよう。尾上瑞希です、よろしくお願いします。もう配信終わっちゃうんだけどさ、すいません、すいません、すいません。娘に避けられとっとかな、私まさかなんか嫌われるようなことしたかな、するわけないやん。なんだ、ありがとう、いつも教えてくれてありがとうってこと。そう、キャブトムシ彼氏、え、誰いた、足小指折れそうやったわ今。カブトムシ娘だよ。卒業旅行か、やっぱりいいな、いいな、いいな、いいな。どこに行っとった、すれ違い会の女神なんそれ、どういうことなの、すれ違いすれ違い会、あと3分で終わってしまう、8時に待ち合わせしてるんだ。そう、楽しみだな、何食べるかな、腹減ってしの、私もマジで腹減ってしの、マジでやばい。っていうかさ、昨日さ、私さ、おにぎりせんべい食べたってみんなに言ったじゃないですか。私おにぎりせんべい食べたことさ、相方知ってると思ってたんですよ。だって目の前でポリポリ食べてたんだ。相方から今日怒られたの、朝から、ねえみーちゃん俺のおにぎりせんべい知らんとか言われて、え、昨日食べたやん私がって言ったんだけど、え、食べてたっけみたいな、食べてたっけとか言われて、食べてましたよ、目の前でがっつりポリポリとあ、フォローありがとうございます、ありがとうございます。タルさん、尾上瑞希です。ちょっと今日は短め配信なんですけど、いつもは基本1時間配信してるので、また見に来てください。違う、相方多分ねちゃんと見てないのかな。バッパイさん、こんにちは。そう、がっつりポリポリ食べてたの、ボリボリバリバリ言いながら食べてたのにさ、そう言われたの、私相方に、あ、そう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 、相方のだったの、りゅうちゃんのだったの。そう、それはね知ってたんです、私も知った上で食べてたんです。だって目の前で食べても怒られんってことは食べてもいいんだろうなって思ってたの。そうだって目の前で食べて何も言われんとよ、だけんこうてっきりいいもんだと思って食べてたんですよね。そしたらなんか箱根行ったと、私も箱根行ったんだよ先々週ぐらいに。そう、先々週ぐらいこうだった、箱根に戻りたい、私も箱根に戻りたい。箱根、あ、もう最近温泉大好きさ、嬉野のシーバの湯ってとこにも行って、もう最高だった。死ぬまでにあと3回ぐらい行きたいな、箱根に3回、シーバに3回。シーバって何、シーバってあの地域シーバっていうのかな、うーん、何ですかそう、シー佐賀、そう佐賀、佐賀だよ、佐賀県、佐賀。今日も行ったよ、マジでいいなー、ねえシーバっていう地名なのかな、いい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 な。あ、別府も行かんといけん、チーバじゃないしさ、シーバさ、やばい、ランキング、ランキング読めますよ。第1位ブリットさん、ありがとうございます。第2位イールカさん、ありがとうございます。第3位
インテリアクトさんありがとうございます。第4位よしのりさんありがとうございます。第5位キドッチさんありがとうございます。第6位サッタンさんありがとうございます。第7位コマちゃんありがとうございます。第7位大輔さんありがとうございます。第9位ポッポさんありがとうございます。第10位ミネマチさんありがとうございます。第10位野口さんありがとうございます。第12位ジャガちゃんの佐藤さんありがとうございます。第13位デカプーさんありがとうございます。よーし、ギリギリ間に合った。そしたらカブトムシ娘とご飯に行ってくる。おやすみなさい。そう、ご飯行ってくるけん。髪のさ、もう赤くて赤くて、なんで黒染めしたとにな。じゃあみんなおやすみ、せーの、3、はい。